まさかワンパンされるだなんて普通は思いもしないですよね。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを組み対戦する。ポケモン完全新作発売までに全ポケモン活躍させなければ、サイコロで出た目が罰ゲーム。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パやっていこうと思います。おー、ウェルカモかウェルカモってなんかアクアステップとか使えへんから、それがどうなんかなって感じなんよな。深丸はこれ貴重なステルショックばらまき要因ですね。さあそしてなんかタイプの偏りして、これオーガポン大丈夫かオーガポン大丈夫かな。さあ進化前3匹、受けポケモン1匹と今んところは悪くはないんですけど、これちょっと待って、これちょっと早いポケモン来い。あー、トリックルーム覚えたっけ、ブリンテ。お、相手のパーティーめちゃくちゃ優しいですね。とはいえ、今回の僕のパーティー、めちゃくちゃやばいですそう、何がやばいかっていうと、トリトドンをアタッカーにしないといけないという絶望感なんですよね。その白デスナとかトリトドンって共通点挙げるならば回復技覚えるんですけど、その代わり瞑想とかビルドアップみたいな能力値を上げて、なおかつ火力もね上げることができるよっていう、そういうポケモンたちではないんですよね。なので今回のパーティーは全体的に火力不足ですはい、まあ、ルートとしては今回トリトドン初手から行って、そこからプリンで強引に瞑想バトンして白デスナで倒していくっていう、そういうルートで考えています。で、初手はおそらくジャローダから来ると思うんで、今回のドクテラスタル採用の、トリトドンで、まあ、返り討ちに合わせたいなっていう感じですね。で、ジャローダが来なかった場合は、ちょっとゾロワークを疑おうかなと、オッケー、思います。そう、ジャローダがさすがに、ここで、ゾロワークに擬態する理由が僕ないと思うんですよね。なので、ここはね、もう、相手がゾロワークでない前提で、ちょっと突っ込んでいこうかな。トリトドンっていうとさ、やっぱりなんか初手スティルショックばらまいてあくび自己再生みたいな、そういうイメージ結構強くないですか。でも今回はこのようにこだわりメガネを持たせた、フルアタッカーとして今回は使っていこうかなと。で、相手がまあもしかしたら挑発打ってくるかもしれないし、身代わり打ってくるかもしれませんが、ここはヘドロウェーブでいいでしょう。さあ、テラスタル来てこないよね。まさかね、ジャローダくんね。トリトドンがヘドロ爆弾とかで、まさかワンパンされるだなんて、普通は思いもしないですよね。いや、身狩りだけやめて。イエーイはい、完璧です。さあ、そういうわけで、これでも相手はね、多分気合の助け以外だったら、ワンパンできること、間違いないと思います。さあ、毒の海にまみれて消えな。さあ、なんとかゾロワークじゃないタクを引くことができましたね。ただね、こっからね、ガブリアスとかが来られると、これ研埋されてジエンドなんですよね。まあ、バシャーモとかサザンドラとかが来ていく。ちょっと最適解考えるか。ここさ、白デスナでいいよな。白デスナでネッサの大地入れるが多分ワンチャンだと思うんだよな。研埋があったら負けですでも今の環境ってさ、こだわってるガブリアスなんてほとんどおらへんから、ちょっとやめてほしいですね。地震 OK。 地震はね、今回白デスナめちゃくちゃ硬いんで、このように糸もたやすく耐えることができます。で、白デスナ、この砂集めという専用回復技をね、使うことができるんで、これで一応 HP 確保しながら、なんとかごまかしていきたいなという感じですね。相手、このネーミプリで研埋ない？もしかして。スケショ？いや、スケショあるんやったら絶対に、いや、俺絶対にスケショガムは研埋あると思ってるんだよな。待て、スケールショットでしょ、地震で。あと、まあ、鋼テラスタル持ってたらアイアンヘッドで、まあ、ストーンエッジとかばったりすんのかな。でも大体アイアンヘッドがメジャーなんよな。でも、ここでさ、ここのタイミングで相手が次のターン研埋してきたらちょっと負けかもしれませんね。まあ、そうなった場合は、どっかで次のターンネスタの大地打って、やけど引くぐらいしかちょっと
勝ち筋思いつかへんの、ちょお願い、もう本当に一生のお願い、本当に一生のお願い、もうこのパーティーも今5連敗してんねん、ちょそろそろ勝ちたい本当にもう、今のガブリアスの和田さんよりちょっと見よっかな。いやもう剣舞あると思うけど、え交代すんのここ、だって後ろ誰、あリザードンなんや、へー、これはなんか意外ですね。ちょ、ジェイガブリアスの剣舞採用率、52% やね。自信の次に技採用率高いねんで。まあでもこれ、相手多分剣舞ないんで、これさ、リザードンは、まあ、腹対決あったら負けですけど、まあここプリンクッションにして、次のターントリトドン繰り出すみたいな感じで、切り替えていこうかな。それで多分タイマンでいい感じに、なんか有利に作れそうなんで。テラスタル？え、ワンチャン草だったりする。草テラスだったらマジうまいねんけど。え、最高すぎ。え、ちょっと待って、え、それだったらさ、これトリトドンで一貫取れるよな。さあ、角に取られちゃいましたね。で、ここはガブリアスの交代をケアして、多分バトンタッチでいいと思うんだよな。もうこれプリンはね、今回クッションでいい。で、リザードンがこのままプリン倒してくれたらトリトドンを着地させれるんで、まあ狙いとしてはそれでいいんじゃないかなと思ってます。オッケー！オッケー、これで、リザードンの氷タイプを、一貫作ることができるんで、ここはもうトリトドン着地させてて勝ちじゃないか。で、それで相手が仮に交代してきたとしても、ガブリアスがなんかタスキではなさそうなんで、冷凍ビームでワンパンすることできますし、で、リザードンが倒されたら倒されたらで、今度は、白デスナが、ガブリアスを倒しに行くことができるんで、まあ、ルートとしては完璧じゃない？いや、ちょっと、プリンめちゃくちゃ頑張ってくれたね。ありがたすぎる。さあ、引っ込めましたね。まあ、今回のトリートドン、まあ、確かヘドロウェーブ読みとかで、ここガブリアス出さないと、相手さん勝てませんからね。じゃあ、ここは冷凍ビームで。冷凍保存としていきましょうかサメって冷凍して解凍しても美味しいんから、なんか魚とかって一般的に一度冷凍した方がなんか美味しくなるとか聞いたりするけど、サメってなんか基本的に刺身とかで食わへんからどうなんでしょうね。すごいアンモニア臭がして食えなさそう。さあ、まあそれはそうと、まあリザードンは多分トリトドンワンパンできる手段が僕ないと思うんで、多分勝ちだと思うんだよな。さあ、リザードンくん、このドクロマークが見えるかな。このドクロマークは、それはすなわち C へのカウントダウンということなんだよ。え、あー、それちょっとやばいかも。でもまあ一回ひるんでも大丈夫か。オッケー。多分このリザードンこだわりスカーフっぽいですね。ガブがスカーフとかじゃなかったんで、まあ勝ちですねやっと一勝したわ。もう本当にもうトリトドンをメガネで使わないといけないという世界戦うわ、性格悪そう。これ、絶対エルフン出てくるやん。ただ、エルフンはね、これ、トリトドンで、対応できちゃうんですよね。もう、宿り着の種とか、初手からチュパチュパしてきたら、もう相手は最後ですよ。まあ、ということでですね、今回は、ちょっと、痛い刀が結構めんどくさいんですけど、エルカモと白デスナでなんとか抑えられるんじゃないかなと思うんで、トリトドンでちょっと相手を、まあ、荒らしながらですね、あとはなんか白デスナウェルカモで、なんかごまかしていくみたいな感じでいこうかな。まあ、ていうわけで、対戦よろしくお願いします。初手はなんか順当に行くと、上4匹のどれかから来るんじゃないかなと思います。で、あとはなんか海流とかで適当になんか動き回ったりして、最終的に大刀で詰めていくみたいな、なんかそんな感じで攻めてくる予感がしますね。よろしくお願いします。ブリジュラス、こんにちは。さあ、ブリジュラスくん、お互いステルスノックを巻き合うように見えますよね、これね。いや、ちょっと大地の力で、ちょっと一抜けピさせてもらうわ。あー、ごめんね、ごめん、もうジュリジュラス、本当にごめん。いや、ステルスノック、お互い巻くと思うよな。ごめんな、じゃあな。はい、ということで、まあ、今回、トトンはさすがにメガネ持ってるんで、HD ベースのブリジュラスもさすがに飛ばせるんじゃないかなと思います。お疲れ様です。エルフンなんや。あー。じゃあ、後ろは大刀ですかね。これ、TOT かどっかな。
ね、ちょっと思ってんけどさ、これ TOD でよくない？え、なんかブリジナスを倒しちゃったらさ、俺なんかこれ TOD にしよう。あまりにも相手がめんどくさすぎたら。TOD で、うん、そうだよね。もうどうせこれ食べ残しとか持ってる方でしょ。で、今3対2に持っていて、数的には僕の方が有利なんですよ。で、エルフーンは一般的に草タイプの攻撃技入れない傾向にあるんで、ね、ここはね、ちょっとアンコールを嫌うんで、僕。じゃあアンコールされる前にちょっとアンコールして、ターン数稼いでいくか。で、そっからなんかトリトドンで、いろいろやったりして、エルフーンのテラスタで吐かせて、時間ちまちま稼いでいくのがなんか賢い気がするな。後ろはおそらくイダイトーとか、なんかその辺の火力が高いポケモンで詰めてくるかなと思います。さあ、性格悪そうですね。まあそういうね、性格の悪いポケモンちゃんはね、アンコールで縛っていくよ、もうね。メガ東京にいるピカチュウが本当に不憫で僕は仕方がない。皆さん、池袋のポケセン行ったことあるならちょっと知ってると思うんですけど、ポケセンの前のなんか広場みたいなところで、身代わり持ってるエルフーンとピカチュウが頑張って戦ってる像みたいなんがあるんですよ。もうね、あれを見かけるたびに僕はもうピカチュウ側がもう不憫で仕方なくて、かわいそうだなと思いながらちょっと見てるんですけど、まあ多分これはもう実質ポケセンとの対面と変わりませんね。ただ、ピカチュウと違うところは僕には仲間がいるということです。そう。このね、ハメ戦法を使ってくる相手には、結局、突破口がないんですよ。そう。まあ、相手もなんかいい感じにワンパンする手段っていうのもないんですけれども、逆を言うと相手も突破口に欠けるから、さあ、ここはちょっと攻めていきましょうか。で、さすがにヘドロウェーブを見たら相手も焦ってテラスタで入ってくる可能性があるんで、そうなった場合はもう、地道に、ダメージ稼いでいきましょうかね。エルフーンのテラスタで採用率って何がメジャーなんやろ？大体なんか水とか炎とかの印象が僕がエルフーン使うならそっちの印象が強いかなと思うねんけど。鋼が多いんや。まあ別に鋼でもいいや。鋼だったらでね、これも大地の力が一貫するから、むしろ悪くないんじゃない？うん。別にここ鋼テラスされていいですね。で、次のターンで相手はアンコールから解放されちゃうんですけれども、さあ、エルフーンさん毒4倍弱点ですからね、テラスで吐かないと、お亡くなりしちゃうよまあそうだよね。まあ、これで鋼テラスタルだった場合は、またウェルカモに交代してアンコールで技固定化させてでいいと思います。フェアリー？へぇー。多分 HD じゃなかったらワンパンできるんじゃないかな。じゃあ、エルフーンさんの、あなたの育て方ぶりを、見させてもらおうかな。はい、TOD しよう。なあ、こういうさ、ハメ戦法を使うやつってうまくいかんかったら、めちゃくちゃ切断されんねんけど、なんでしょうね。やっぱ根が腐ってるからかな。何これ馬統一？サイドンとバチンウニって、馬じゃなくない？あ、そういうこと？ウニ？バフンウニ？馬の踏んで馬ってこと？あ、なるほど。ってすると、サイドンって馬なん？そう考えると。サイって馬かな？全然わからん。ウニに関して一番下にいるからさ、あ、ちゃんとなんか排泄物は、節度を持って一番下にいるんだなっていうのがなんかすごい丁寧で僕はめちゃくちゃ好き。とりあえず、プリンで、瞑想バトンして、白デスナに繋げていきたいんで、まあ、ルートとしては、まあ、白デスナ投資に行きながら、あとはなんかトリトドンとかで対応するでいい、僕はいいと思うんですよね。サイドン、マスターボールから来た。サイドンの色違いでこんななんか、苔っぽいんですね。ちょっとこれ、めんどくさいタイミングやな。だから相手甘えてさ、ここ、捨てろとかしてくれへんから。いや、してくれたら、これ白デスナで、バトンつなげれるチャンスが作れるんですよね。だから、ちょっとここ、ちょっと頼むわ、瞑想させて。うわぁ、地震が来ちゃったぁ。あははは、くそ。うわぁ、ちょっと俺、もう、うわぁ、2番の身からお盆の身に変えたのが、くそ、恨みになった。いやさ、もう俺もう本当にね、ちょっと持ち物の結論が全然わからなくて、今回。
うわーこれ2番のみやったらな、完璧だったんだけどな。プリンが20足しかないから、サイドンで確か50足ぐらいやんな、40やったかな、忘れたけど。うわーもったいねー。ちょここちょバグでステロ巻いてこい。あうわーマジかー、ちょっとこれは悔しい。うわ2番のみに変えておけば、2番に変えておけば悔しい。まあまあまあ、そんなこと言うても仕方がないんでね、まあ、ここはもうとりあえずネスタの大地で、そう白デスナーもねネスタの大地を新しく覚えたんで、これでなんかやけどとかに負わすことができれば、まあ、だいぶ楽になるのかなという感じですね。意外と食らうな、これ奇跡じゃないでしょ。いやー完璧。OK。これでとりあえず、相手を焼いてしまえばですよ。ここはね、レースポスのことも考えて、ド忘れからいきます。そう、相手はね、馬さんですからね、いつ、なんか黒の稲鳴きとか、白の稲鳴きとかでね、腹、ふわふわってしながら、能力バフ、いつ仕掛けてくるかわからないんでね、隙ある時に、ここはド忘れを積極的に積むべき。さあ、そういうわけで、特防グーンと上げていきましょう。おっと、要塞型がどん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 と完成されてきましたよ。いや、正直、白デスナーはね、非常に残念ポイント1点あげるならば、あ、2点あるな、これ。1点じゃなかった。2点あります。はい。1点目はね、こいつ、瞑想使えないんですよ。もう瞑想を覚えたらね、こんなプリンで、ね、まどろっこしいバトンもしなくていい。あと、もう1点が、ボディープレス覚えないんですよ、こいつ。鉄壁とか覚えるくせに。やっぱり砂は潔く筋トレビルディングするのは似合ってないっていうことなんですかね。いや、本当にね、ボディープレスさえ覚えてくれたら、いや、本当に僕はね、めちゃくちゃ使いやすかったんですけど、まあ残念ながらそれさえもさせてくれないということなので、非常にちょっと残念なんですよね。まあここはもうネスタの大地いっちゃいましょうか。さあ、今回水テラスタに持ってます。でね、ブリザポスでしょ？俺ブリザポスさ、電気テラスタで持ってるイメージ、めちゃくちゃ強いんですよね。だから、相手が電気テラスタル切ってくる前に火傷にさせれると僕はめっちゃ楽、ちなみに。ボッ！ボッ！あー、棒ないか。いや、でも待てよ待てよ待てよ。食べ残し。いや、でもまだチャンスはあるな。相手もさ、下手にこう電気テラスタル切るの結構難しいと思うんですよ。一回テラスタルしないと電気技出せないのと、地面弱点になっちゃうんですよね。まあ、ダメージ見る限り、なんか、あんま感じは見えないですけど。鉄壁？あー、じゃあボディープレスがあるってことか。じゃあボディープレスはね、残念ながら、やけどになってもね、なんと、半減の効果受けちゃうんですよ。だから、で、ここはまだネスタの大地でいい。上取れてるからね。さすがに 30%、そろそろ焼けてくれっての僕はええんとちゃうかなと思ってるよ。まあ、そりゃさ、氷タイプやったらさ、熱いね、砂浴びたら、そりゃやけど負いますよ。おー。温度差激しいからねえ。さあ、とりあえずここは砂集めでええんとちゃうかな。後ろはこの感じでいくと僕はレースポスなんとちゃうかなと思ってるんで、まあド忘れも余裕持って積んでるし大丈夫かなとは思います。さあ、ボディープレスも可愛いダメージですね。いや、お馬さんもね、なんかこんな感じでね、たやすく手なずけることができればね、本当に楽ですよね。パルディアはなんか、バドレックスさんいいひんけど、ここの土地にいるバドレックスは、馬の扱い方が下手だったんですかね。全然知りませんけど、馬。うん、馬だけに。さあ、とりあえず、まあこれもシャドーボール連打で、まあ全然勝てるでしょう。完璧！いいね。さあ、これでブリザポスも倒し、お、これも白デスナで無双状態入ったんちゃうか。来てるよな、これ。だいぶ。バチウニでしょ。いや、バチウニやったら、いや、これはもう勝ったんじゃない。で、バチウニは、まあ、だいたい物理アタッカーが多いから、これ、白デスナ残して、トリトドン後出しで良さそうだね。で、それで、一貫作れるから、もうこれでもう、あとは勝ちですな。
さあテラスタルで、まあ、大体バチーユにはテラスタルはね、僕の経験則飛行テラスが結構多いイメージがあるんで、え、あれ大丈夫これ10万ボルトテラバースターあるもしかして。いやとりあえずでも冷凍ビームでさすがにメガネやから飛ばせると思うんだよな。うん、え、硬っ、え、絶対直球、うわえ、絶対直球やん。え、待って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 、耐えろ、あえ、仮に直球やったらこれ相手多分シャドウも耐えてくるよな。え、これドアスレ積むしかなくない？で、ドアスレ積んで10万ボルトのダメージ量が砂集めで追いつくんであれば、それでエレキフィールドを枯らして攻めていくのが多分定石になりえますよね。シャドウも絶対耐えるやんこいつ、絶対耐えると思うんですよね。で、幸いまだサイドンが火傷になってくれてるんで、最弱 HP がビビタル量でも白ですなんかちょっと頑張ってくれる可能性はあるんですよね。あとサンダーダイブかわすとかだから、いや、まだ諦めなくていいと思う。これドアスレだな。さあ行きましょう。10万ボルト霊が食らうおい、もう絶対回復追いつかへんやん。これもう120ダメージが入ってるよな。で、砂集め HP 半分回復して95でしょ。120満たないんだよな。もう俺急所かけるしかない。お願い、お願い倒して、白で砂倒して、あーバカー、あー馬のクソに負けた皆さん、馬に警戒するあまり足元を怠っているとうっかりね、こんなうんちみたいなやつ踏んで負けてしまうんでね、本当に気をつけてください。